ノムガン・ロムガンは、モンゴル帝国の皇族。漢字表記は、泣き艦、シュなどのペルシア語表記では、エンアミュー・ギーチェンなどと書かれる。聖祖クビライが、皇后茶部位の間に設けた4人の着手中の4、男。モンゴルの罰手相続の制度により、両親の財産を最も多く相続できる立場にある、着手中の罰手であったことから、クビライの有力な後継者候補であった。 1266年に北平王の称号を与えられて、父、クビライの北方方面における代行者となり、モンゴル民族の本土である、モンゴル高原に駐留、高原における全遊牧民軍団の兵馬を統括した。ノムガンの王府は、旧都カラコルム近郊の牧地を遊牧移動し、チンギスハーンの四大オルドで取り行われる、チンギスハーンの祭祀を管理した。 ノムガンの主要な軍事的任務は、アルタイ山脈の西にあるオゴデイ家とチャガタイ家のウルスに、対して、軍事的圧力をかけて、大波案の影響力を伸ばすことにあり、1275年に、クビライの中央政府の高官である、中所右上省アントンを付属されて、中央アジア遠征に進発した。ノムガンは、高原の小王族を率い、当主の座をめぐって、チャガタイ家に混乱が続くのに乗じて、 チャガ大家のウルスの本拠地イリガー渓谷に侵入、その中心都市、アルマリクに駐留した。しかし、翌1276年夏、従軍していたノムガンのいとこシリギらが軍中で反乱を起こし、ノムガンとアントンは捕らえられて、アルマリクに駐留する北平王軍は瓦解した。ノムガンはシリギによって、ジョジウルスに引き渡され、中央アジアで旅衆生活を送った。しかし、 シリギの期待に反して、ジョチウルスは、ノムガンの身柄を受け取ってもシリギに対する援助を行わず、クビライに表立って反抗する姿勢を取らなかったため、その反乱はクビライによって鎮圧された。1282年、ノムガンは釈放されて、父、クビライの元に帰ることができた。帰国後、ノムガンは、北安王の称号を与えられて、再び、モンゴル高原での駐留を命じられたが、 モンゴル高原方面の主力は、中央から派遣されてきたバヤン率いる軍隊になっており、ノムガンはその後のカイドとの戦いにほとんど活躍しないまま、数年のうちに没した。ノムガンに来なかったので、北野オ家は一代で断絶し、その軍隊は1291年に新王に、封ぜられた王ンのカマラに引き継がれた。ありがとうございます。